リハーサルにトライしてどうでしたか？場面を想像して上手に断ることはできそうでしょうか？先ほどのセリフの例は、自分の主張をしっかり入れて、なおかつ相手のことも尊重しながら断る、自他尊重的、主張的な表現になっています。実際の場面では堅苦しすぎる場合もありますので、ここでの学びを応用しながら実践できるといいですね。今回挙げているポイントはあくまで一部です。テキストの参考資料も活用して、服装や動作など基本の面接マナーも押さえておけるといいですね。モデリング2ではポイント以外にも参考になる要素が見られました。例えば、面接官からの質問を受けて答える前に、はい、と言うと答える前に一呼吸置くことができて落ち着けるというメリットがあります。